はい、こんにちは、グリードです。今回はコールオブデューティーモダンオフェア2019に戻ってまいりました。前回ね、動画の方でモダンオフェア2をプレイしましたね。なぜか世界で最悪の評価のコールオブデューティーっていうことでやったんですけど、今回は逆に世界でずーっと最高評価のCOD をやろうかなと思います。それがこの COD、モダンオフェア2019でございますね。2019年の COD、ウォーゾーン1が、ここからスタートした作品になるんですけども。よいしょ。ちょうどこれモダンオフェア3で、MW3 にもあるラストじゃないですか。なんでこの COD がね、ずーっと最高評価なのかっていうと、まあ、とにかく、銃のクオリティ、グラフィック、サウンド、ゲームプレイ。まあまあ、すべてなんですけど、すべてにおいてずーっともう最強だ、最高だって言われてるんですよ。新作とこの2019とのね、比較動画っていうのが、もうずーっと流れてくるんですよね。まあ、なんでしょう。まあ、この銃のクオリティの高さを気にするっていうところは、やっぱりこう、アメリカ、だったり海外ユーザーだからこそなのかもしれないですけど、あんま日本人は気にするところではないのかな、大部分が。この昔のラストやるとあれだね、確かにリアル感はあるけどちょっと見にくいかもしれんリアルな分見にくくなってる感じはするな。でも体力100だから非常に溶けますね。アドバンス UAV ゲット。ちょっと気持ちいいな。え、体力100、気持ちいいな。おい、すごい、なんかこんなにキルできちゃっていいのかいっていうぐらい、この体力100によってなんか無茶な立ち回りも通用してしまう、この感じ。はい、まあこれ、この爽快感もやっぱり評価に入ってんのかな。うん、わあ気持ちいい。ただ、日本においてはね、この作品が出たときは、まあ、なかなか賛否分かれましたよね。まあ、まずそもそもね、リリースしたときは、レーダーがなかったり、野戦やらされたり、いろいろまあ、そのゲーム以外の問題点も多かったんですけど、あとね、すごくね。ただ、それを除いたとしても、やっぱり日本っていうのは、こう、近未来だったり、ブーストの COD っていうのが一番流行ったんですよね、時期的にね。だからその COD が思い出の COD っていう人が多かったんだよね。だからこのモダンオフェア現代戦に戻った COD が出た時は、まあ結構やめていく人も多かったなとは思います。逆に海外で COD が流行り出したのって COD のこうモダンオフェアとかなんですよね。やっぱ一番モダンオフェア派が一番多いんですよ、やっぱり COD4、 モダンオフェア2、うん、そのあたりだね。だから本当に日本はそれのちょっと遅れてから BO2 が出てから本当 COD っていうのが流行り出したから、ちょっとね遅れてたんだよね、そもそも。まあ、そのタイミングの関係もあって、こう BO 派が日本では多いっていう感じですね。いやでも普通にアジアサバも人いるな。そうそうだね、この作品からクロスプレイがねオンになったんですけど、なんだろう、それまではやっぱりアジアで COD っていうとね、ほとんど日本人しかいなかったんだよ。だけどこの作品からは結構日本人以外の中国人の方だったりとか、別のねアジアプレイヤーがかなり増えたなっていう印象はありますね。中国で COD って正式にリリースしてないんですよ、モバイル以外は。リリースしてないんだけど、めちゃくちゃ人口多いっす。下手したら日本人より多いんじゃないかぐらい。正式リリースじゃないのに、中国の人口の暴力によりすごいユーザーがいっぱいいるんですよね。まあ、その分チーターもいるって感じなんですけど。確かにね、このグラフィックはすごくリアルなんだと思うんだよ。うん、リアリティがある。ディテールはかなりいいと思うんだけど、多分これ、見づらいな、今やると。リアルがゆえに。だから多分ね、次のモダンオフェア2とか3は、フィルターが結構こうリアル、まあリアルなんだけど、ここまでこう、リアリティというよりは、見やすさを重視したフィルターに変わった気がするんだよね。うん、今やると全然違う、なんか。見やすさが全然違う。ラストも全然違うもんね。この太陽のさ、光の感じと影もさ、リアルなんだけど、ちょっと見にくいよね、これは。おーおーおー、このキャラコンと、でもキャラコンに関しては、
やっぱモダン3やった後だとすごい重いっすね。遅い、かなり遅く感じます。ただ体力は100だから非常にこうスピーディーな感じはあるね。うん、よいしょ、ここいるでしょ。うわ、今の勝てちゃうもんね。だってな、何してんの。アドバンス UAV、 これワンチャン角狙いましょうか。はいはいはい。そしてね、このよいしょ、この作品ぐらいから日本だと結構世代が変わったというか、なんだろう、今までやってたメインユーザーたち、日本のそのいわゆる大学生だったりとか高校生だったり、そういう人たちが結構みんな社会人になっちゃったなって気がするんですよね。この作品ぐらいから2019年あたり、2020年、それぐらいでしょうか。みんなこう社会人になっちゃって、なかなかこうがっつり COD をやる時間がなくなっちゃって、ちょっと人口も変化あったなーって気がします。正直ね、今の僕の COD の視聴者さんもね、ほとんどが30代ね、20代後半から30代、まあ僕もね、もう29ですからもうすぐ30になっちゃうんですけど、また同じ人が多いと思うんだよ、年齢的には。まあそんな COD だったなーって感じはしますね。これいるんだけども、いや、おかしないですか？僕は全然今の COD の方が、まあ、操作性含めいいと思うけどな、これ。まあこれも前回の動画で語りましたけど、日本人部屋によって日本人部屋ショットガンとか盾が異常に多いので、これがいないと楽しい説はあるんですよね、今。クソ武器を使ってる人が少ないから楽しい説はあるんですけど、これはね、武器のクオリティだね。ディテールとか、ね、現実の、ね、武器にすごくしっかり忠実に再現されてるっていうところで、ガンマニアたちも評価してるんだけど、でその後の作品の COD っていうのは、本当現実の銃そのまんまをあんま使えなくなったんですよ。っていうのも、いわゆるアメリカでのその銃乱射事件の訴訟問題とか、まあ、そういうかなりややこしい大人の事情、そのライセンス料うんぬんだけじゃなくて、銃乱射事件とかそっち系も絡んできたおかげで、こう、大手のやっぱアメリカのゲーム会社っていうのは、現実の銃そのままをね、使えなくなってきたんですよね。だからこれ以降の作品の COD の銃をね、結構ガンマニアの方が結構、うん、これ全然違うって低評価してたりもするんですけど。出たー、ピカデリー出ました、伝説のクソマップ。これ日本語音声だと、バスに敵がいるぞって言うんだよね。全部バスやないかーいっていう。ありましたね。しかもここ大会マップだったからね。ほんとね、大変でしたよ。うん、バスに敵がいるぞって、どこやねんって。で今思い出したけど、そうだそうだ、あれだ、このゲームその発売当初ね、ショットガンがアホほど強くて、このショットガンが、これまたやっぱ日本サーバーショットガン異常に多いんで、ずっとね、日本サーバーで猛威を振るいまくってて、それでやめちゃった人も多かったかもしれないね。というか最初はそれだ、リリース当初725だっけ、ショットガン、あれが強すぎて、もう、まあ、その後修正されてね、マップも増えていったりとかして、まあ、かなりいい作品になったんですけども、そのいい作品になった頃には日本人結構もうやめちゃってた感じがするな、正直な。過去の愛獣 MP5 のマスター迷彩かっけー、この迷彩はぜひモダン4で復活してほしいな。この迷彩ね、あのスカーフのね、あのカラーリングで選べるんだよね。おー、レッツゴー。なんかこうジャンプしてこう ADS した時に全然動かなくなるんだよね。お、ライバル9だ、ライバル9、モダン3のライバル9だよこれ、 CX9。 あったんだあったんだ、自分カスタム作ってたけど。うわー、おい、うわ、当時ほっといかモダン3出た時気づかんかったな。最後に、はい、いやこれちょっと気づいてしまったんですけど、まあ、バンガードの時もそうだったんですが、この過去作やるとやっぱ COD って全部面白いなっていう。で結局のところショットガンとか盾とかね、なんか
クソ武器が少なくて自分が活躍できればどの COD も結局面白いっていう、これ言っちゃったらもうおしまいだね。